皆様こんにちは。今回は Android Pay に新たに追加された電子マネー、ナナコについて解説させていただきます。Android Pay は4月20日にセブン&アイホールディングスが展開している電子マネー、ナナコのサポートを開始し、楽天 AD に続く電子マネー決済として利用することができるようになりました。ただしこれまでと同じく Android 4.4 以降のフェリカを搭載するお財布携帯対応機種でのみ利用できるサービスとなります。 Android Pay にナナコを登録する方法は楽天 AD の登録方法と同じです。 Android Pay アプリを起動して電子マネーを追加からナナコを選択します。もしすでにお財布携帯でナナコを利用している場合は同じナナコ情報を Android Pay で共有することとなります。また、Android Pay に登録したナナコにチャージを行う場合は、現時点ではセブンイレブンなどの店頭やセブン銀行 ATM、ナナコのチャージ端末などを利用する必要があります。楽天 AD の場合は、Google Play に登録しているクレジットカードでチャージを行うことができますが、ナナコでは現在その機能を利用することはできません。ただし Google Play で配信されているナナコアプリをインストールしている場合はナナコアプリを利用してクレジットカードによるチャージのクレジットチャージを行うことが可能です。クレジットチャージはナナコアプリのチャージから行いますが、事前にクレジットカードを登録しておく必要があります。またクレジットカードを新規で登録する場合、登録してから24時間後以降でないとチャージを行うことができず、またチャージは5000円からしか行うことができません。このほか設定した残高を下回った場合に自動でチャージを行うオートチャージ機能もナナコには搭載されていません。つまりナナコの場合は店頭や ATM などかナナコアプリから都度手動でチャージを行う必要があります。ナナコは楽天エディと同じく対応している店舗で利用できる電子マネーですが、 Android Pay を通しての運用では楽天エディと異なる点が多々あります。ご自身の地域で普及している電子マネーを考慮しつつ、チャージを行うことができる環境なども加味した上で使い分けると良いでしょう。以上、Android Pay に新たに追加された電子マネー、ナナコについての解説でした。